You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'd understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful, oh, oh. That's what makes you beautiful. こんにちは。学校教師学部初等教育コース1年です。今日はこの4人と一緒に問題を解いていきたいと思います。まず1人目、朝倉さん。はい。2人目、立川さん。はい。3人目、阿部さん。はい。4人目、佐藤さん。はい。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速問題の方に移っていきたいと思います。1問目はこちら。こんにちは。学校教師学部初等教育コース国語の高橋です。塩入です。山崎です。私たちからは問題を3問出したいと思います。頭を働かせて頑張りましょう。第1問、アザラシを漢字で表すと海の何と書くでしょうか。四角に当てはまる動物を当ててください。1、豚。2、ヒョウ。3、タヌキ。では考えてみてください。いやー、さっきの問題ちょっと難しくなかったですか。ですよね。で、今ちょっとシンキングタイム中なんですけど、ちょっとこの場をお借りして周明の良いところとかいろいろ聞いていきたいので、まず授業について佐藤さんにお伺いしたいんですけど、周明の授業ってどのようなことをやってるんですか。はい、1年次から模擬授業などが多くあり、早いうちから授業に慣れることができます。また生徒同士の意見交換の場が多くあり、さまざまな意見を取り入れることができます。なるほど、結構活発な授業が多いんですね。では次に先生たちや他の先生の人についてのお話を聞きたいんですけど、いかがですか。先生方は皆さんとても面倒見がよく、また授業内で他先生や先輩たちとの関わりが多く、縦のつながり、横のつながりがとても広がっていきます。なるほど。他にもちょっとお伺いしたいことがあるんですけど、後ほど、それは後ほどにとっておいて回答の方に移りたいと思います。それでは回答です。正解は ② のヒョウです。体の表面にある黒い斑点がヒョウに似ているということから、海のヒョウでアザラシと読まれるようになりました。この他にも海がつく生き物はたくさんいます。ぜひ調べてみてください。第2問です。この漢字は何と読むでしょう。① またね、② 二度寝、③寝返り。それではお考えください。いや、さっきの問題も難しかったですが、この問題もちょっと難しいですよね。それではちょっとさっきの続きで佐藤さんにまた授業のことをお伺いしたいんですけど、最後に佐藤さんのおすすめの授業ってありますか。私が好きな授業は英語コミュニケーションです。説明から全て英語で行われていて、自然と英語を話すこととか聞くことになれるような授業です。なるほど。佐藤さん、授業のことについて教えていただきありがとうございました。それでは回答に移ります。回答はこちら。それでは正解の発表です。正解は
丸一番のまたねでした。またねの意味は一度目を覚ましてから再び寝ることです。皆さんもまたねしないように気をつけましょう。それでは第3問です。皆さんもよくご存知の豆腐と納豆、どちらも美味しいですよね。しかしこの2つの言葉、漢字で書くと違和感を覚えませんか？豆が腐ると書いて豆腐、豆を収めると書いて納豆。よく考えてみると豆が腐っているのは納豆の方で、パックにピシッと収まっているのは豆腐の方ですよね。どうしてこのような名前がついたのでしょうか？考えてみてください。この問題は解きがいがありますね。それではさっきとは少し変わって寮のことについて朝倉さんに伺ってみたいと思います。寮の雰囲気ってどんな感じですか？はい、全国各地から様々な人が集まってきているので、各地の名産品を食べることができたり、あとはそうですね、方言が飛び交っているので、いつも明るく楽しい雰囲気で生活することができています。いや、そうですよね、確かに方言飛び交ってますよね。次に学生同士の交流について伺いたいんですけど、そこのところはどうでしょうか？はい、そうですね、休日の日は寮の外で学生同士で、運動したりだったり、今はできないんですけど、友達の部屋で遊んだりなどして楽しく過ごしています。いや、これだったら友達がすぐできるので安心ですね。と、それではシンキングタイムもそろそろ終わるので、回答の方に移りたいと思います。回答はこちら。では豆腐から解説していきます。実は豆腐は中国が発祥の地であり、中国でもこの同じ漢字が使われています。豆腐のふという字にはぷよぷよ、ぶよぶよしているという意味があり、腐るという意味はありません。つまり豆腐は豆からできたぷよぷよしたものということになります。それに対して納豆は日本で生まれた食べ物で、お寺の台所、すなわち納所で作られた豆だから納豆と呼ばれるようになったそうです。これは元禄時代の本朝食感という本に書かれています。皆さんも身近な漢字の疑問を見つけて調べてみてくださいね。こんにちは、初等教育コース社会専修です。僕たちからはクイズを2問出題します。それでは問題に行ってみましょう。次に出てくる3枚の画像から連想される都道府県はどこでしょう？3択でお答えください。1枚目、こちらはだるまです。2枚目、こちらはキャベツです。3枚目、これは歴史的建造物です。1、長野県。2、群馬県。3、茨城県。それではお考えください。これはちょっと迷う問題でしたよね。いや、そういえば立川さん、大学生活を満喫してるって聞いたんですが、どうですか大学生活？はい、毎日楽しくてハッピーです。では立川さんをそう思わせてるものって何ですか？はい、私は合宿が特に美味しいなと思っています。じゃあ立川さんが美味しいと思うおすすめの学食のメニューは何ですか？はい、私はいつも290円のそばに、110円のコロッケをつけて食べています。いや、美味しそうですね。お腹空いてきました。と、ちょうどシンキングタイムが終わりそうなので回答の方に移ります。回答はこちら。正解は2の群馬県でした。それでは解説に移ります。1枚目のだるまについてです。冬に吹く乾燥した空っ風のおかげで、高崎市はだるま日本一のシェアを誇っています。なんと全生産量の 80% が高崎産です。2枚目のキャベツについてです。群馬県はキャベツ生産量全国1位で、山間部に位置する嬬恋村では
夏の平均気温がキャベツ作りに適温であること、昼夜間の寒暖差と降水量の多さを利用してキャベツを栽培しています。3枚目の歴史的建造物は富岡製糸場です。2014年に世界文化遺産に登録されたのでご存知の方が多いでしょう。富岡製糸場は核弾の生産能力で世界の絹製産業を後押しした歴史的功績のある建造物です。続いて2問目。この写真はイタリアにある世界遺産の一つ、ピサの斜塔です。さて、このピサの斜塔で自由落下実験を行ったとされる人物は次のうち誰でしょう。1、ニュートン。2、コペルニクス。3、ガリレオ。それではお考えください。先ほどの続きで立川さんにお伺いしたいんですけど、私甘いものが好きで大学で甘いもの食べたいなと思うんですけど、食べられる場所ってありますか？あります。学校の中にパン屋さんが入っていて、いつでも焼きたてのパンを食べることができます。さらに図書館の方にはカフェテリアもあるので、そちらで食べることもできます。さらに、学校の目の前にケーキ屋さんがあって、シューメイセルはなんと 10% 引きでケーキを食べることができます。 10% 引きですか？これ初めて知りました。これは毎日も行くっきゃないですね。それでは回答はこちら。正解は3、ガリレオでした。解説です。1589年、ガリレオは物質の落下運動を調べるためにピサの斜塔で実験を行ったとされています。しかし実際には計算を求めただけで実験は行われていないのではないかとも言われています。ピサの斜塔に関する豆知識として、ピサの斜塔は1372年に完成したロマネスク様式の建築物です。建築途中、地盤沈下で塔が傾いてしまいましたが、近年の工事のおかげで今後300年は倒壊する心配はないそうです。これはウェルカムトゥオンライン襲名クイズ。 My name is 慎吾枠田。初等教育コース英語の枠田慎吾です。皆さんクイズを楽しんでいきましょう。それでは問題。ブレイクザ〇〇、場を和ませる。この〇〇に入る単語は〇1から〇4のうちどれでしょうか。〇1、アイス、氷。〇2、ウォール、壁。〇3、サイレンス、沈黙。〇4、ロックス、岩。それではお考えください。それではここでヒントです。場を和ませるに似た意味の言葉で、場を温めるという言葉がありますよね。皆さん分かりましたか？いや、この問題とても頭を使う問題でしたね。そういえばちょっとサークルのことについてお聞きしたいことがあったんですけど、阿部さん、そういえば何のサークル入ってるんでしたっけ？はい、私はバスケットボールサークルとバレーボールサークル、そして剣道サークルの3つのサークルに所属しています。え、3つも入ってるんですか？それってちょっと大変じゃないですか？いや、そんなことないですよ。高校の時の部活動とは違って、とても優しい雰囲気があって、時間の縛りや上下関係の縛りが一切ありません。そのためどのサークルでも温かい雰囲気の中で参加させて、のびのびとやっています。なるほど。いや、もう少し聞きたいんですが、それは後ほどにして回答の方に移りたいと思います。回答はこちら。答えは1のアイスです。ブレイクザアイスを直訳すると氷を砕くとなりますが、正しい訳は場を和ませる、緊張をほぐすとなります。これは緊張した場などを氷に例え、その
冷たい氷を壊す、溶かすという意味を持っています。数学選集です。算数の問題はこちら。3人で3個の飴を食べるのに3分かかります。では100個の飴を100分で食べるには最低何人必要でしょう。ではお考えください。いやー、興味深い問題でしたね。そうですよね。先ほどの続きでサークルについて阿部さんにお伺いしたいんですけど、私経験ないんですけど、阿部さんの入っている剣道サークルについて興味があるんですけど、ちょっと入るかどうか心配なんですよね。大丈夫ですよ。初心者の方もたくさんいらっしゃいますし、初心者の方に先輩方が一から丁寧にご指導してくださるので、初心者だからこそ入りやすい雰囲気になっていると思います。安心しました。それでは最後に阿部さんが思うサークルに入るメリットについてお伺いしたいと思います。はい、先ほど佐藤さんもおっしゃった内容と少し被ってしまうんですけど、先輩方がいらっしゃるので縦のつながりができることはもちろん、授業が一緒に受けることのない他専修の方々とも一緒になることが多いので、横のつながりがまたさらに広がるっていうのが私が思う一番のメリットだと思います。なるほど、これは入るしかないですね、サークル。いや、サークルのこともたくさん聞いたので回答の方に移りたいと思います。回答はこちら。図のように3人で3個の飴を3分で食べるという行為が100分間の間に33回繰り返されます。よって3個の飴かける33で99となり、100分間で99個の飴を食べることができるということになります。しかし100個の飴を食べなくてはいけないので、3人では足りないということになります。よって最低でも4人は必要ということになります。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はとある実験をしていきます。どんな実験なんですか？今日はこの液体を使って実験をしていきます。ではここで問題です。この液体に指を入れるとどうなるでしょうか？1、指が消える。2、指がビリビリする。3、液体が凍る。それではシンキングタイムスタート。ちなみに助手は何番だと思う？僕は1番だと思う。では実際に実験をして答えを確かめてみましょう。実際に指を入れてみましょう。博士、凍りましたね。はい、ということで正解は3番の液体が凍るでした。どうしてこうなったんですか？はい、実はこういうことが起こってたんです。水には粉を溶かすことのできる限界の量があります。溶解度ってやつですね。そうです。その限界を超える量の粉を溶かした液体は冷やすと結晶ができるはずですが、ゆっくり冷やすと液体のままになります。その状態の液体に粉を入れると、それをきっかけにして液体が凍っていきます。実はさっきの実験でも指先に粉をつけていたんです。へえ、そうだったんですか？はい、ここで注意です。液体を凍らせるときは熱くなるので、家でやるときは注意してやってくださいね。え、博士、家でもできるんですか？そうなんです。このキットを使えば今のような実験が家でもできるので、皆さん家族と一緒にぜひやってみてくださいね。これで実験は終わりにします。皆さんバイバイ。さあ、いよいよ
お互いの専修科目について教え合うことができるので、他専修とは違う強みを持っているコースです。修明に行こうかなって迷っているそこのあなた、そして小学校の先生になりたいなと思っているそこのあなた、ぜひ修明大学学校教師学部初等教育コースにお越しください。それではバイバーイ。Oh.